こんにちは、じゅんです。ゆうこです、はい、今回は、飯塚知恵プロによるレッスン動画になっております。お願いします。はい、ありがとうございます、はい、今回は最近スコアが伸び悩んでいる、ゴルフを始めたけどクラブ操作がいまいちわからないという方に向けたレッスン動画になってます、はい、まあ、ゴルフはクラブあってのゴルフなんで。そうですね、道具をうまく使う。そうなんですよ、はい、まあ、その内容はですね、知らないとやばい、クラブ操作クラブ操作の基本です。基本です。はい、やばいですよ。はい、まあね、さっきゆっこも言ってましたけど、うん、道具を使うね、競技なので、はい、道具の使い方、うん、道具がどういう風に動くかっていうのをしっかり覚えていただきたいなと、はい、今回知恵先生が教えてくれてます。はい、はい、まあね、クラブ操作の基本じゃないとスコア損しちゃいますんで、伸び悩んでいる人こそ、うん、今回の動画で学んでいただければなと思います、はい、うまくクラブを使いましょう。はい、はい、ではね、はい、早速、はい、レッスンに入っていきたいと思います。はい、はい、今回のレッスン動画はクラブの操作を覚えないと10打損しちゃうということで、とっても大切な話になりますので、最後までちゃんと見てくださいね。はい、クラブの操作、これとっても大事なんですよね。皆さん体の使い方にフォーカスする方がとっても多いんですけども、このクラブの操作を一歩間違えるとクラブに動かされちゃうんですよね。なのでとっても大事な回になりますので、よく見ておいてください。クラブの操作ということで、もうクラブの完成を少しお伝えしていきたいと思います。クラブの完成、大きく分けて2つあります。まずはヘッドが開く方向に動く、このクラブの完成が1つ。そしてヘッド側が重くなっているので、ヘッド側に落ちようとする、落ちようとするエネルギーが大きく分けて2つ目です。この2つを相殺しながら、テイクバックから切り返しまで自分で操作していきます。で、切り返し後、その後はですね、クラブの感性が働いてしまうので、そんなに多くのことは自分でできないっていうことをすっごく覚えておいてほしいポイントになります。はい、はい、まずこの開く側の感性を相殺しながら、開かないようにしてテイクバックを上げてあげる、それを切り返し直前直後まで保てたらいいよねっていうことで、ちょっとやってみたいと思います。はい、まず感性が働いてそのまま開いちゃったテイクバックいきます。こういった形ですね。はい、自分的にはとっても楽なんですよね、感性のままに開いてしまう。はい、この状態で次にどんなエラーが起きるかというと、フェースが開いているのでこれを戻そうとするから、さあ皆さん分かりますかね、嫌な動き、突っ込みですね。はい、フェースが開いた方は突っ込んじゃうんですよね。はい、またはインパクトの時に手を返してフェースをスクエアにしようとするので腕が伸びます。腕が伸びるとダフるんですよね。ダフるのが嫌だと脳が反応して起き上がり、はい、こんなエラーが出ちゃうんですよね。はい、ということでこのフェースの開きを抑えることをしっかり覚えていただくのが第一ポイントになってきます。そして2つ目の感性、ヘッド側にこう落ちる感性ですね、これも相殺していかないとどうなってしまうかというと、テイクバックでヘッド側に落ちるエネルギーに対して負けてしまうと、このように手元よりヘッドがインサイドにガバッと入ってしまいます。こうなるとフェースがスクエアな状態を保てたとしても、ここから戻す動きが入ってくるので、また突っ込みだったりダフリが嫌で伸び上がりというエラーが連続で続いてきてしまいますので、皆さんフェースを開く感性、そしてヘッドが落ちる感性を相殺しながらスイング作りに取り組んでいただければなと思います。このフェースの感性、クラブの感性を無視してスイングを作ると、とても長い時間かかって、なんでうまくいかないんだろう、なんで起き上がっちゃうんだろうっていうことでループで繰り返されちゃうので、
ぜひクラブの完成からスイング作りを行ってみてください。ヘッドが落ちる方、はい、どうやって戻すかをちょっと教えてください。はい、これですね、ヘッドが落ちないように戻す方法としては2つありまして、これテコの原理、はい、このテコの原理を使ってあげると、わかりますかね、左手で押して右手の人差し指で引っ張る、この原理を使ってあげるとこのままキープしてテイクバック上げやすいんですよね。しかしですね、この左手を押して右手で引っ張る、このテコの原理を使ってしまうと左手の背屈を促しちゃうんですよね。なのでこの猫ちゃんと反対側に行ってしまうので、結果最後開いてしまう可能性があるということで、やりやすかったらこっちでもいいんですよ。これで開かない、猫ちゃんもできるよ、フェースもスクエアに保てるよって方は左手で押して人差し指で、はい、引っ張る、この形でテイクバックしてあげる、はい、これが一つ目です。で、二つ目はですね、これちょっと難しくて、左手のこの3本指、小指、薬指、中指で引っ張ってあげます。引っ張ります。そして右手の人差し指でその反対側のこのテコをですね、作ってあげるんですね。こうしてあげると、これすっごい難しいんですけど、こうしてあげると猫ちゃんの手もゲット、フェースもスクエア、最後までスクエアになりやすいっていうことで、私が推奨しているのはこの2つ目のこの3本指と右手の人差し指でこの横にこう引っ張り合うテコの原理を使う方がおすすめになってます。ちょっとこれ手首の握力とかも必要なので、まあ、女性の方とか手首痛めやすいのであんまりおすすめしてないんですけども、女性の方にとっては1個目の左手で押す、右手で引く、このポイントでテイクバックおすすめしてます。はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の知らないとやばいクラブ操作の基本、はい、いかがでしたでしょうか。いや、やっぱり基本はこう、うん、スクエアね。そうですね、と、うん、無駄な動きをしないっていう。そうですね、はい、やっぱりチェン先生が教えてくださった基本をね、はい、皆さんもぜひ練習場でやってみて、はい、コースでも試してみて、スコアを10、うん、損しないように、はい、繰り返してやってみてください。そうですね、はい、スイングだけではなくクラブのフェースもよく動画で見た方ですね、うんうん、そうですね、うん、結構ね、うん、スイング見ちゃうもんね。そうそうそう、確かにクラブがどうなってるかっていうのをね、はい、見てもらえたらチェックです、はい、いいかなと思いました、はい、めっちゃ暴れてる感じ確かに、はい、暴れまくって、うんうんうん、うん、はい、あとですね、最後にお知らせがあります。ででん、リンゴルフの LINE アットが開設しました。はい、皆さん概要欄に URL 貼ってありますので、はい、LINE アットで友達追加するっていう風にやってください、はいはいはい、あとですね、リンゴルフのチャンネル登録とコメント高評価待ってます。待ってます。お願いします。お願いします。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のやばいと知らない、え、知らないとやばいだ今回のやばい、全然やばいな、やばいです、私の頭がやばいです。やばい、今日は早かったか、うん、はい、すいませんね。今回の知らないとやばい、クラブ操作の基本ちょっと待ってハマっちゃった、ハマっちゃった知らないとやばいクラブ操作